トーマス・アル・コーラーは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、ブロンクスク出身の元プロ野球選手、ウトを右打ち。少年時代は、ニューヨークヤンキースのファンだった。2008年の MLB ドラフト18巡目で、フロリダ・マーリンズから指名され、6月11日に契約。契約後、参加の A-9、ジェームズ・タウン・ジャマーズでプロデビュー。 15試合に登板して5勝5敗、防御率3.68,58奪三振を記録した。2009年はまず、A 級グリーンズボログラスホッパーズでプレーし、18試合に先発登板して5勝5敗、防御率3.20、82奪三振を記録した。8月に A 級ジュピターハンマーヘッツへ昇格。6試合に先発登板して4勝1敗。 防御率3.38、25奪三振を記録した。2010年は A 級ジャクソンビルサンズで28試合に先発登板。16勝2敗、防御率2.61、145奪三振と好成績を残し、サザンリーグの最優秀投手に選ばれた。2011年はトリプル A 級ニューオーリンズゼファーズでプレーし、28試合に 先発登板して12勝7敗、防御率4.97、116奪三振を記録した。オフの11月18日にマーリンズとメジャー契約を結び、40人枠入りした。2012年3月18日に、トリプル A 級ニューオーリンズへ移動し、そのまま開幕を迎えた。開幕後は、トリプル A 級ニューオーリンズでプレーし、28試合に、 先発登板して十二勝十一敗、防御率四点一七、百三十八奪三振を記録した。九月二日にメジャーへ昇格し、九月五日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。一点ビハインドの六回を持ってから登板したが、二回を投げ三安打四失点だった。シーズン最終戦となる十月三日のニューヨークメッツ戦で先発として初登板を果たしたが、五回を 投げ6安打3失点でメジャー初黒星を起死した。この年メジャーでは8試合に登板して0勝1敗、防御率5.40だった。2013年2月19日にマーリンズと1年契約に合意。3月22日にトリプル A 級ニューオーリンズへ移動し、そのまま開幕を迎えた。4月19日にジョン・メインが DF となったため、メジャーへ昇格。 昇格後はリリーフとして6試合に登板していたが、5月12日のロサンゼルスドジャース戦から先発に復帰。6月20日のサンフランシスコジャイアンツ戦では7回を3安打1失点に抑え、メジャー初勝利を挙げた。24試合に登板したが、7月4日にヘンダーソン・アルバレスが故障者リストから復帰したため、トリプル A 級ニューオーリンズへ降格した。 7月13日にチャド・クオルズがパタニティリスト入りしたためメジャーへ昇格。その後は先発ローテーションに定着した。この年は29試合に登板して5勝10敗、防御率4.41、92奪三振を記録した。2014年はフルシーズン先発ローテーションに定着し、32試合に登板した。防御率3.81、 自身初の2桁勝利となる10勝10敗、153、脱三振という成績を記録し、重要な役割を果たした。2015年は、ホセ・フェルナンデスやアルバレスらの主力先発投手を欠く中、年間通じて唯一ローテーションを守って1試合のリリーフ当板を含む32試合に当板。防御率4.08、11勝14敗。 ホイップ1.37という成績で前年よりは全体的にやや低下したが、それでもローテーションの軸として重要な役割を演じた。2016年も先発ローテーションを守ったが、防御率4.33、急勝13敗という成績に終わり、連続2桁勝利が2年でストップしたほか、防御率も悪化した。2017年は移籍までに12試合に先発したが、 防御率7.92、1勝5敗と、さらに成績を落としていた。2017年8月19日に、オスマングティエレスとのトレードで、トロントブルージェイズへ移籍した。8月24日のレイズ戦で移籍後発、先発登板したが、敗戦投手となった。それ以降は、リリーフに転向し、14試合に登板した。結局ブルージェイズでは15試合登板で、 防御率2.65、0勝2敗と一定の復活を見せた。12月1日にノンテンダー FA となった。2017年12月20日にロサンゼルスドジャースと1年契約を結んだ。2018年は1試合も登板することなく、11月20日にドジャースから放出された。2020年3月2日引退を表明した。ありがとうございます。